この度は本日発表いたされましたモンストニュースの内容を拝見させていただこうと思います。でまず新号絶リカちゃん、明日5月14日の金曜日7時から9時の間いつも通り来ますねっていう感じで、5月20日がちょうど来週木曜日なんで発表してる余裕がないから結構早いんですけど、まあこんな感じでラッキーモン作ってるとワクワクステッキ1個で新イベント特玉とかいろいろもらえるね。で世界5500万人、国内4700万人突破。たまにはこれ、いや結構これやってるけど、なんか、数字が大きすぎて、あーみたいな。いや、たまにはこうなんだろう、アクティブユーザー1億人突破みたいな。いや、そういうキャンペーンもやってみたらちょっと面白いかもしれない。で、これ記念キャンペーン第1弾なんで、まあ少なくとも第2弾も出てくるんじゃないのかな。で、何してくれるかっていうと、ログインで、まあオーブ1個もらいつつ、ビスケットとかいろいろもらえるんですよね、ステッキとか。で、今週のミッション、おい、これ、久々に来たよ。いや、たまにこんなことしてるの忘れてたわ、すっかり。もう、何ヶ月ぶりぐらいのレベルで、今週のミッション豪華になったね。重流玉、レベルの章、線形の章、オーブ。な、線形の章がもらえるんで、これは、頑張った方がいいかもしれないね。で、来週の5月17日からのやつだから、今週は別に頑張らなくてもいい感じ。で、これなんかすごい運営さん、なんか新しい試みしてきたね。新たな世界での、これ本当はムービーでやってたんですけど、ちょっといい感じのスクショでいろいろ撮ってきたね。で、この世界ではなんかリアルタイムで敵も味方も動いてくれるんですって。だから、この、モンストって普段 1P から 4P それぞれターンごとに動いてるけど、今回はなんか4人でやると4人みんな好き勝手に動けるみたいな、そんな感じで敵の動きがこういう風になんか右に動きますよってきたら、この、1P はこの範囲内に入ってるから下に逃げるみたいな、なんかそういうこともなんかできるみたい。で、仲間を、これちょっとスクショだからだけど、味方に触れて HP、個別 HP なんで、なんか死んじゃうとダメだから、回復ポジションのキャラも入れたみたいな。で、友情コンボとか SS もなんか隙を見て放つことができる。なんかそういうリアルタイムワールドが期間限定で登場するんですって。5月16日の日曜日のお昼から、6月16日水曜日のお昼から。これ期間限定なのね。なんかすごい 100% これ多分その辺のコラボ以上にめちゃくちゃ手の込んでそうな感じだけど、これ1ヶ月しかないんだね。これ控えみたいになんかここでなんかあった時にもう取り返せないみたいなのあったらどうするのかな、大丈夫なのかな。まあ一応報酬もなされたけど、で、このバトルシステムがこのリアルタイムで敵も味方も動くから自分たちで好き勝手動きましょうみたいな。で、これちょっと言ってたんですけど、一人一体なんですね。この操作できるモンスターは一人一体で、友達とマルチプレスと最大4体で戦えるって書いてあるんですけど、一人一体なんで、二人でやるなら2体で、3人でやるなら3体、4人でやるなら4体でやるっていう、そんな感じだから、一人でソロ勢の人は一人で戦わなきゃいけない。なんかすごい寂しい感じになりそうじゃないですか。これはちょっと、ソロでやってみた動画とかはちょっとどうなんだろうね。で、これで、今回はその既存のガチャキャラとか使うんじゃなくて、そのイベント専用モンスターこれらの8体しかいないんですよね。だからそのこれのために新ガチャみたいなのは今のところないのかな。もしかしたら今後追加されるのかもしんないけど、まあ多分これ1ヶ月しかないんでさすがにないだろうね今は。で、まあヒットアタッカーだから殴りポジション、友情殴り、友情で削る人、で、ヒーラーの人、タンクの人。どうなんだ、ソロの人は、タンク使えませんみたいな感じになるのかな、こういうので、ヒーラーとか。やっぱヒットアタッカーが友情アタッカーで、ソロの人は頑張ってね、みたいな。で、なんかそんな感じで、結構あるみたい。リコル、ニョイボー、で、ロキ、アルティ、で、ベビーアーク、アルティ、で、マリアルティラ、で、パブルフィッシャーフィッシャー、で、アトゥファイフィッシャー、で、デッパブルフィッシャー、で、そんな感じの8キャラがいるんですよね。で、まあ、これ普通にこんな感じでイベントのところに入ってくるんで、まあ、これちょっとここ見えてるけど、なんかイベント普通になんか超絶何時間とかそんなんであるみたいね。で、まあ、極みは常時1ヶ月ずっとあって、で究極2つと、まあ、超絶が今回4クエストあるみたいなのよね。で、5月17日の月曜日とかも出てきて、あとは日曜日のお昼と、あと究極日曜日の夜から、であと5時間降臨なんだね。これよく見たら結構、いや結構長いね。まあちょっとどんな難易度になるかわかんない。で、これクリアすると何起きるかっていうと、このリアルタイムポイントっていうのを集めて、合計オーブ50個とか、あと報酬。まあここにもっとなんかいいアイテムあったらきっと並んでるだろうから、アイテム周りはきっとそれほどないんじゃないかな。で、あとはなんか日替わりで指定されるモンスター使用してクエストクリアしたら、
なんかポイントがより多くもらえるみたいな。だからこれは多分ソロの人は結構厳しいだろうね。ヒーラー使えって言われてヒーラー勝てるような仕様になってんのかな。いやこれは本当にちょっとやってみないと分かんない、正直。なんだっけ、まあ いやこれは後に話そう。で新イベ、今度来週で呪術廻戦のコラボ終わるんで、まあ来週からの新イベ5月17日からのミラールタイルレグルスで、水属性のミラが貫通バランスクリティカルの魔法陣全体性無耐性超 AGB 聖騎士キラエルで、自強化とヒットした敵の弱点効果ダイアップやべ、これ引きに行かなきゃいけないじゃん。これ接待要因として重力魔法陣の、あーでも闇の、いやで一応これあれね、なんか運営さんも言ってたけど、ガラハッド、新ガラハッドの超究極の方、あれがの接待キャラね、多分これ使うとすごい楽みたいな、リバイ持ってない人はこれ引いてねみたいな、そんな感じになってんのかな。だからうわーこれ引かなきゃな、うわサブ機でもいいから1体持っとかないと、後々持っとかないと接待できねえみたいな感じになるかもしれないね。で次は貴族性でアルタイムフロムスターダスト、反射のスピードガイド、マイスイエム水耐性アンチマグネット速壁で、 SS 短短縮の自強化と、触れた敵を触れると、だからゴエモンの SS のまあ神化とかの方の一緒のやつね。で超強貫通拡散爆破さんとバウンドヒールなんで、まあマイスイと減速壁なんで27の護国適性で、アジンの確か原則壁と魔法陣、原則壁と麻酔持ってるキャラっておそらくいなかった。多分このスターダスト系ってデネブとか考えたらみんなアジンだったはずなんで、多分これもアジンだから、あのフレンドでもいいからもっと出してくれる人いるなら、あの降臨の松の強化がしやすいんですよ。今のとこゴエモンとか、あとは釘崎くらいしかいないから、星6のちゃんと適性持ってるなんか強めのキャラで、そのアジンっぽい、アジンだったらアジンは結構いいかもしれない。とりあえずこれフレンド日体で同族過激2種ぐらいつけてくれたら、松の強化すごいしやすいんじゃないのかな。で多分ね、27の国これ SS 使うと、あそこって何だっけ、触れると加速する状態、結構その何だっけ、弾とかもあったから、多分これ SS 使ってやると加速ヒットストップとかもできて、よりなんかボス2で終わっちゃったみたいなこともきっとありそうな気がするね。で光属性のレグルス、反射の砲撃シールドで、マイスイエル重力状態上回復、全部スワビーね。これいやそうだ、これなんかちょっと見にくくなった状態、そうだこれ全部スワビーだったらこういう風になるのか。で SS が触れると友情コンボが発動する分身を最初に触れた敵にセットするなんで、ヤマトアルファから2体目であってたよね。で友情が砲撃の反射衝撃波12と超強ラウンドフラッシュ、これ初、超強ラウンドフラッシュ初なのに砲撃型なんで、だいたいこういうキャラってランダで張り付いてやるとか、あとはなんだっけ、サラスバティみたいに触れた最初に触れたところに戻ってくるみたいな性質だったけど、今回は分身設置するタイプなんで、まああわよくばすごいいい感じになるみたいな感じね。8体分出せるみたいな、だからそういうのですごい強いのかな。ちょっと友情が強い分アビリティにものすごい割り食われてそうだけど、なんかここのクエストでスケー使えるみたいになったっけ、それちょっとパッと出てくるね。で今回は呪術廻戦にはなかったあの確定ガチャがなんと4980円、じゃない4900円になってます。はいはいって多分リエクスも心の中で言ってる。で1体確定とオーブ50個きっともらえるんでしょうね。で新入れもまあなんかいろいろあるんですけど、今回は対象モンスターのラックを一定数集めるともらえる、だからそのクエストを全部クリアすると特玉、これはいつもやってるやつで、ラック99集めるとまた特玉1個で、198集めると特玉1個とか、なんかいろいろ今回確か1回これやってたよね。まあなんか4曲作ると5回分特玉もらえて、実質オーブ25個あげるよみたいな、そんな感じになったね。で貴族性の重心化が今回はマルドゥークで、貫通のスピード、友情コンボクリティカル、重力バリア、重力バリアキラーで、SS 短短縮、アンチブロック、ダッシュ M で、SS が壁すり抜けの、触れた敵の数に応じ威力が増すメテオなんで、スズランとかと一緒で、友情がツインワンウェイレーザー EL と超強クロスピード、いやこれもう完全に蓬莱狙ってね、貫通のアンチブロックで、ダッシュ M ですごい動きやすいで、なんだっけ、あのラスゲの敵が多くて困っちゃうよっていう人も多分いると思うんですけど、これが壁すり抜け触れた敵メテオで、初手で多分敵たくさん倒して、いやこれでも最初から蓬莱に集中できますねみたいな、そんな感じ、もう仲間なんて一瞬でいなくなっちゃうグヘヘみたいな、そんな感じも多分できるんじゃないのかなきっと。でなんかこれチラッと言ってたけど、
なんかこの奥にいる女の子を蘇らせようと頑張って蘇らせた状態ねみたいなのが運営されてたけど、そんな設定あったの丸ドゥクって初めて知ったんだけど。まあそんな感じで、とりあえずこれで情報はこんな感じ。この後は感想をちょっとあれのやつ言います。いやこれどうなんだろうね、なんかもう正直言っていいですか、バグりそうみたいな。いや日曜日のお昼なんで多分お休みの方もきっと多いだろうから、きっと、まあ、とりあえずやってみようかなみたいな人も結構いると思うんですね。特に呪術廻戦で、まあ、どんだけいるかわかんないけど、人も、まあ、増えた可能性もあるし。なんで、とりあえず手をつけてみる。で、サーバー負荷でかすぎ、できません。まあ、これだったらまだいいっすよ。いや、これで、いや、ちょっと、別のゲームなんですけど、パズドラさんも、確か最近、なんか8人リアルタイムバトルみたいなのを導入したんですよね。なんか、モンストスタジアムの、なんかパズドラバージョンみたいなのを導入したんですよ。なんか、すげえ不具合出まくって、確か初日はできなかったんですよ。今はできるみたいなんですけど、まあそんな感じで、ちょっと、まあこっちも、まあリアルで同期するから、例えば通信環境の悪い人が一人でもいたらできなさそうだし、まあちょっとこれ、日曜日にできるとはあんまり思ってないけど、大丈夫かな、もう完全に、どうすんだろうね。あとこれ、4人なんで、いや、サブ機4個持ってる人、いや、私なんですけど、どうしよう、これ。いや、サブ機4個でやってみたら、やばすぎみたいな感じの動画もしかしたら作るかもしれない。いやいや、動けません、みたいな。これはやるには、その何?いや、これは2端末ぐらいが限界っすね、みたいな感じにきっとなんのかな。で、なんかもう5時にはなんか使ってみた動画、その、M4 の方々に、その、やらせていただいて、その、なんかプレイしてみた動画出しますみたいなこと言ってたので、まあ正直この画像を見るよりも、そっち見ていただいた方が、なんとなく感覚はきっとつかめるんじゃないのかな。でもどうなの?これ正直なんか別ゲーとして出しても、なんかある意味いけそうな気がするね。なんかモンストも、その、なんだっけ?なんか採用情報、ミクシーさんの採用情報で、モンストのスピンオフ作るみたいなの、なんかモンパニーみたいなのまた作るみたいなことを書かれてたんですけど、まあモンパニーかどうかわかんないけど、モンストのモチーフにしたらなんか作る言ってたんだけど、これがもしかしたら将来的には別アプリで登場してくるのかな?まああとこれあれね。マルチできんのかって、マルチの人を集める方式どうすんだろうね。今のモンストのあの集め方だと、ちょっとしんどそうなのと、多分ゲームウィズさんのノラマルチのあれとかきっと、これでできんのかな?まぁ、ちょっとそういうのもあるから、あれね。あとこれ、人集められないから、ヒットアタッカー4体とかになったらどうすんのかとか。いや、その辺もちょっと気になるところではあるけど、まぁ、そんなん考えたら話めちゃくちゃ長くなりそうなんで、今回は、まぁ、こんなところで、いいのかなぁ。あとなんか特に気になるとこ。まあ、多分そんな、まあ、いや、気にしすぎると多分話長くなるからな。こんなところで終わろうかな。ごきげんよう。